高知整理発祥の地記念碑静岡県袋井市、彦島高知整理とは、在来の農地を区画整理して、溶排水の利便性を向上させたり、通路を整備して、目的の水田等に他の水田等を通らずに作業に行けるようにすること。牛箱や農業機械による作業が、能率的に行えるようになる。農耕地の区画割の歴史を見ると、イニシエは、 区分電半球に結びつく古代の上理性も農耕地の区画割りである。また、江戸時代に盛んに行われた新田開発でも当該地に最も適した農耕地の区画割りが行われている。一方、明治維新直前には農業を営む者が個人の工作地で簡単に行うことができる京阪の改良が行われた。その京阪の改良も 幕府の目が光り、高祖徴収者の幕府諸行の意図に沿うもの以外は禁止されたが、監視の目をくぐって、単周を高め、効率的な生産が可能な景版の改良が私的に行われていた。明治になると私的な景版の改良に変わり、水田所有者間で利害調整をした集団的な区画整理が行われた。 近代的な高知整理の技法として、静岡式の、京阪改良と石川式の、宅改正が、考案、実施された。静岡式は1872年に、静岡県三名郡彦島村で、名倉太郎場が実施したのが最初で、その後1887年に、鈴木浦八が行った。水田の区画面積は2から3世と石川式より、 小さく、四線道路や、溶排水路は、すべての区画には接していない。また、道路、水路の方向を正確に、東西南北に合わせる、正方位化を特徴とした。静岡式の技法は、一般的に、軽半改良と呼ばれる。静岡式の主要な目的は、区画の整形化と、正方位化による正常上の効率的、効果的実施と、軽半の撤去による、 水田面積の増加である。石川式は1887年に石川県下南郡の野の市村の模範農場で始められた技法で、水田の区画はいずれも四川道路と溶排水路に接し、長方形に成形化され、面積は6から8世に拡大された。石川式の技法は一般的に宅改正と呼ばれる。石川式の主要な目的は区画の拡大。 成形化と排水改良による、関連化、牛箱の導入、道路の直線化による、資材運搬作業の効率化だった。また、区画成形化によって付随的にもたらされる効果として、高地整理による高地の増加、小排水路建設による、関連化と二毛作水田化があった。高地整理法は1899年制定され、1900年に施行された。 当初、高地整理の事業目的は、高地の利用を増進する目的をもって、その所有者共同して、土地の交換和歌は文豪、区画形状の変更及び、道路、景半和歌は、公共の変更配置を行うを言うとされた。交換文豪による、分散所有地の集団化、一枚一枚の区画の、整形化と、高越化、道路の直線化等による、気候地の工作、 適策の便の改良が目的として示された。高知整理法の成立により、高知条件の不備を、改めて生産性を高めるため、国の補助、融資のもとに、様々な施策が進められることになったが、明治42年の同法の改正により、事業が、土地所有者による単純な共同施向から、高知整理組合という法人によって施行されるようになった。 この組合は、土地所有者だけで構成される組織で、小作人などは関係工作者であっても組合から排除されていた。ありがとうございます。